久保さん捉え方が10割ですね本田圭佑しか来ないのか本田圭佑って誰ですかっていう人もいるでしょうねでも本田圭佑さんがすごいなと思った人は「あダ本田圭佑さん来た」とかね「ホリエモンさんが来た」とかね「ホリエモンって誰嫌いなんだよあの人」ってなればまあそうはならないだろうしまあうんでも知らなかったとしても「あこの人は いい話を聞いてるなっていう捉え方をできれば、ああ、なんだろうな。まあ、未来は変わるでしょうね。まあ、それは久保さんが露骨に未来を変えてるので、自己アフリートで、これは人生が変わる、みたいなね。でも、自己アフリート知ってるし、あ、でもこれじゃあんま稼げねえしな、と。ね。<laughs> 捉え方が10割じゃないですかね。 まあ世の中にいろんな情報が出てます。今なんかあのチャット g t p っていうすごいね、革新的なツールも出てきましたけど、まあこれをどう捉えるかですよね。うん。だから捉え方次第じゃないですかね。起業に関しても、うん。起業して、あ、億万長者合宿に参加したら、何すか、億万長者になれるんですかっていう捉え方なのか、 起業したら成功できるんですかっていう捉え方なのか捉え方が10割ですね。いってらっしゃい。